国内世界最強タッグ決定リーグ戦の日程をご覧いただいておりますが、さあ最後の対決はザ・ファンクス対リック・マーテル、トム・ジンク組の対決、公式戦でございます。両チームが入場してまいります。さあ10回目を迎えました暮れの祭典86年、世界で一番強いタッグチームは果たして誰でしょうか。開幕戦の最後の公式戦、ザ・ファンクス対リック・マーテル、トム・ジンク戦。さあ非常にフレッシュな感覚のチームでありますが、どこまで活躍できるでしょうか。リック・マーテル、トム・ジンク先に入場してまいりました。このマーテル・ジンク組の活躍次第で優勝チームの行方が相当混乱するものと思います。フレッシュなムード、マーテル・ジンク組。さあその後にザ・ファンクスの入場です。世界最強タッグ決定リーグ戦の意気承認と言っていいでしょう。ザ・ファンクス、ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンク組の入場。ザ・ファンクスは52年、54年、54年と過去3回優勝していますが、今年は最多4度目の優勝を目指しまして、ドリー・テリーのテキサス・アラウマコンビが3年ぶりに復活いたしました。さあ最後の公式戦でありますが、残念ながら後楽園ホールから今日実況生中継でお伝えしますけれども、あと現場から5分で分かれなくてはなりません。最後の勝負までお伝えできるでありましょうか。ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンク組入場してまいりました。このドリー・テリーの兄弟の深い信頼感と絆、今大会もおそらくファンの感動を呼ぶでしょう。失礼しまして、日本テレビ並びに番組提供のコンサートより両チームに花束の贈呈でございます。試合に先立ちまして、公式戦日本テレビ並びに番組のスポンサーから両チームに今、豪華な花束が贈られたところでございます。さあ公式戦、トム・ジンクのフレッシュファイトにもご注目、そしてザ・ファンクスのベテランイブシギンのテクニックにもご注目。さあこれがトム・ジンクであります。初来日キャリア3年です。元 AWA 世界チャンピオン、1年ぶりの来日、ハンサム・ディック・マーテル。51代世界チャンピオン、テリー・ファンク。第46代世界チャンピオン、ドリー・ファンク・ジュニア。さあこの対決、まず馬場さん、ザ・ファンクスの、このドリーとテリーは4回目の優勝を狙って自信満々こう言ってますが、ズバリどうでしょうね。そうですね、まあ、タッグチームとなったらね、もうこれ以上のコンビネーション、キャリア、そういったものはもう彼らに及ぶチームはありませんからね、もう本当にこれは要注意ですね。そうですか、ね、ここに、ね、出てくるこのマーテルはもうね、全 AWA チャンピオン、よく皆さんご存知ですけども、このジンクがねどのぐらいやるかでね、このチームもやっぱり優勝戦線に絡んできそうな気がするんですよね。そうですね、ただジンクのが大したことないと、これはまたこのチームも大したことなくなっちゃうと思うんですよね、はい、そうですね。さあ放送時間はあと3分で後楽園ホールからお別れでありますが、さあ興味津々のこの最後の公式戦ファイナルゲーム始まりました。山さん、しかし今年の旧チームずっと見渡してますと伏兵チームが非常に多いんですが、この伏兵チームの中でもこのマーテル・ジンク組ね、危険いっぱいのチームですね。そうですね、非常にあのフレッシュコンビですね、はい、まあ、今阿波さんがおっしゃったようにそのパートナーのトム・ジンクの歴感、まあ、なんといってもねキャリア3年ということですから、はい、まだ出番はありません。まだね、あの果たしてどういうレスリングを見せてくれるか、はい、これが楽しみですね。そうですね、過去は AWA ゾーンからは現世界チャンピオンのニック・ボクインクもこの世界最高タッグ決定リーグ戦に出場していますが、優勝はありません。さあ久しぶりに見ますリック・マーテルの表情。このリック・マーテルはこの公式戦のリーグ戦ももちろん優勝を狙っておりますけれども、ドリームマッチにも出場して12月の3日兵庫県立文化体育館神戸で長州力と対決。この模様はハンセン対テリーファンクのドリームマッチとともに12月の27日この時間に放送いたします。さあ非常に楽しみな対決、まさに馬場さん NWA 対 AWA の対決ですよね。そんな感じです ね、 ね、大いに盛り上がっております。東京水道橋の後楽園ホール、86年世界最強タッグ決定リーグ戦。さあこの試合おそらく最後までお伝えできないかもしれません。本当にプレスさんの皆様、本当に申し訳ございません。しかしいつ試合が終わるか分かりませんからね、最後まで実況中継どうぞお聞きいただきたいと思います。さあザ・ファンクス、ドリー・ファンクジュニア出てまいりました。まあ馬場さんも言ってましたが、山田さん、タッグワークは抜群、安定度信頼度ではナンバーワンのこのザ・ファンクスですよね。そうです、とにかくあの、まあ、古い言い方をすれば、はい、イブシギンですよね。そうなんですよね、本当にねベテラン中のベテラン、しかも優勝経験も豊富、
あらもうなんといっても一番の伏兵的な存在でしょうね。そうですね、まあ、4度目の優勝を勝ち取るための関門というのは鶴田天竜戦、それから再来週のこの時間、高松から実況生中継でお送りするスタンハンセンテッドデビアス戦、そして12月の12日日本武道館優勝戦は長州八つとの公式戦、この優勝戦の模様は12月の20日放送、もちろん先ほど馬場さんから発表がありましたが輪島選手の帰国第2戦も放送いたします。どうぞお楽しみ願いたいと思いますが、残念でありますがあと30秒ほどで後楽園ホールからお別れでございます。来週のこの時間は札幌中島体育センターから鶴田天竜組対ジャイアント馬場タイガーマスク組の対決、長州安組対スタンハンセンテッドデビアス組の公式戦を中心にお伝えしてまいりたいと思いますが、さあドリーファンクジュニアテリーファンクのザ・ファンクスの公式第1戦でありますけれども、果たして優勝の行方はどうでありましょうか。来週の放送で結果はお伝えしますが、後楽園ホールからこの辺でお別れします。山田さん馬場さんの解説でした。この放送は日産自動車ニコ通販とご覧の各社の提供でお送りします。プレスさんの皆様こんばんは。今夜は世界最強タッグ決定リーグ戦、前半の天王山と言われております札幌からの中継です。で激しい星の潰し合いに加えまして、このリーグ戦再来週放送予定の輪島の東京デビューも決定しておりまして、大いに盛り上がりを見せております。で今夜はまず先週放送の後楽園大会から途中になりましたが、ファンクス対マーテル組の公式戦を、でその後札幌から馬場タイガーマスク対鶴田天竜、長州安対ハンセンデビアスの公式戦を中心にお送りいたします。どうぞご期待ください。こういった意味でね、今日のファンクスは、はい、なかなかあのダーティーな戦法も見せてますね。これがリックン・マーテルです。さあリングの中で勝負だと言わんばかりであります。馬場さん、 V4 を狙っておりますザ・ファンクスの動きですけれども、開幕戦ですがどうですか、ここまで見て。彼はね、非常にニューヨークへ行きましてね、戦法を変えてんですよね。でそういうものはやっぱり徐々に出てくるんですよね。ですからね、油断できないと思うんですよ。馬場さん、具体的に言いますとどういう形に現れてますか。ザファンやっぱこういう今のテリーの態度ですね。ああそうですか、なるほど。山さんそうですか。私があのさっきダーティーな戦法と言ったのはですね、はい、非常にあのテリーの戦い方がオーソドックスではなくて、まあ、あのずる賢いというか巧妙になってますよね。なるほどね。さあ非常にもつれてまいりました。もうこれでねテリーはね、さっき疲れたものがみんな取れてますよ。 痛めたところはね。なるほどね。まあ、冒頭に見せました場外にトムジンクが2回起き取ったところまではリングの中に引っ張り上げましたが、3度目で許さなかったですね。そうですね、ですからこうやって今馬場さんが言われたように、あの自分でパフォーマンスしながら休んでるわけですね。なるほどね、非常に巧妙です。テリーファンクのファイトがちょっと変わってまいりました。さあこの罠にリック・マーテルがはまると痛い目に遭いますが、ここでゆっくりとドリーファンクジュニアにタッチであります。非常にもつれましたこの勝負。公式戦は30分の1本勝負で試合は行われます。何しろ得点争いですから、引き分けになりますと山田さん、ルールによりまして両チーム1点ずつですね。そうです、ですから一番怖いのがね、はい、まあ、あのリングアウト負けとか、はい、両者リングアウトってのは痛いですよね。そうなんですね、共に0点ですからね、これはもうはっきり言って負けたのと一緒ですからね、はい、2得点。今勝負は10分が経過したところであります。ドリーファンクジュニア、テリーファンク、ザ・ファンクス、まあ、しかしこのザ・ファンクスで思い出すのは山田さん、やはり今年10回目になります世界最強タッグ決定リーグ戦ですが、昭和52年のオープンタッグ、このザ・シークとブッチャー組との血の流血で勝ち取った優勝、これはもう本当にまざまざ今でも脳裏に焼き付いてますね。そうですね、まあ、まさにあのプロレスに残る素晴らしい優勝戦であるということですね。そうですね、まあ、そういった数々のね、歴史と栄光を秘めたこのシリーズ、それだけに今年もね、まあ、あの期待通りの名勝負がね、はい、生まれることだろうと思います、
馬場さんもあの昭和52年のオープンタッグ、世界最強タッグの先駆けとなった大会ですけれども、いろんな思い出があるんじゃないですか。そうですね、まあ、メンバーもあれから随分変わりましたしね、馬場チームももちろん変わりましたもんね。そうですね、馬場さんのパートナーはジャンボ鶴田だったですからね、はい、まあ、非常に歴史を積み重ねてまいりましたこの世界最強タッグ決定リーグ戦。全日本プロレスのファンの方というのは山田さん、やはり暮れの祭典は本当に心から待ってるようですね。そうですね、まあ、なんといっても本当に1年の総決算であると同時に最大のビッグイベントということですからね、はいはい、そうですね。さあ、両チームの動きがここで非常に活発になってまいりました。テリーの動きもいいぞ。さあ、リングマークのフライングボディアタック、これで鶴田を破った。あ、カウント2だ。鶴田を破って世界の王座を取ったフライングボディアタック、リックマーテル出してまいりました。それからリックマーテルは足踏み固めもありますね、山田さん。そうです、トムジンクに渡します。フライングボディアタックだ、これはリックマーテル仕込みだろう、おそらく正面から当たりました。ドリファンクジュニア、ここで助っ人、さあさあ、リックマーテルもドロップキックを当ててまいりました。さあ、 AWA のフレッシュコンビ、さあザ・ファンクスを破るかどうか、動きが出てきたぞ、いい動きだ。チャンスが訪れましたね、山田さん。そうですね、ヘリを捉える、ダブルのドロップキック、これはいい攻撃、フレッシュコンビそのものであります。さあ、ここからトム・ジンクはどう思っていくかですね。さあ、トム・ジンクの責任は大きいぞ。テリーが場外に送り出すか、おっと、回転エビ、回転エビ、テリー、おっと、うまく丸めた、そのまま反対に押し込んだ、押し込んだ、カウント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 スリー、テリーファンクさすがであります。ローリングクラッチホールドを返しました。ザ・ファンクス2点、ザ・ファンクス2点、 AWA フレッシュチームを破りました。トリーファンクスにあたりファンクス13分31秒、結局はエビ固めを返したテリーファンクがトムジンクを抑えまして公式第1戦を勝ち上がって2点を獲得いたしました。